ミスターズと日常シリーズ。どうもミスターズです。はい、今回ですね、ここに紙用意してます。なんで用意してるかというとね、今回はちょっとね、初めてのサイン作りやってきてます。イエーイ！ということで、今からね、はい、サインをね、デザインしていきます。それではレッツゴー。はい、準備ができました。はい、こんな感じです。じゃあ、どんなデザインがいいかな、まず。どういうデザインがいいかな？こうとか？おい。こんな感じ？じゃあ、もう一回言ってみよう。いや、なんか適当だったな、これ。ちょっと待って。もう一回。次、ちっちゃくいこう。ちっちゃく書くのも大事やから。もうこれいいんちゃう？いいんじゃないこれ。とはいえ、失敗せんようにもう一回行こう。失敗したらこれ大恥やで、これ。サイン書くの失敗したら。あー、ちょっと失敗したな。ここの星の中に入ったらあかんねんね。星の中に入ってったから、ね、なんか、これもうミスターZでなんか気持ち悪いなっていうのはちょっと。はい、もう一回行きます。こうやろ？あー、こんな感じ。まあこれ星についてあるんだろ、これ。星の中にこれ線がピュッていったらあかんからね。じゃあもう一回行こう。おっと、失敗したぞ。ちょっと待って。これ一筆書きで書くのもね、だいぶしんどいっすわ、これ。あー、くそ。やっちもうた。もう一回。ここに行こう。まだまだチャンスはある。おー。でもちょっとこれが長細い感じで。でもまあ、星のデザインはどうでもいいとして。まあ、この中でいっちゃん、まあ、いいのは、これとこれかな。やっぱり。これとこれやね。はい。じゃあ、このデザインにします。イェーイ。はい、決まりました。すぐ決まったね。ラストにもう一回。なんか、もう、あれやんけ、これ。魔法人みたいになってるやん。いや、魔法人とはほど遠いかな。ということで、今回は、サイン書いてみたでした。チャンネル登録をぜひお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。See you again!